千葉先生のちょっと YouTube チャンネルを開設させていただくということで乾杯させてください。ありがとうございます。今日はありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんでこういう流れになったかと言いますと、僕千葉先生あのジャックを通じて千葉先生とお会いさせていただき、ご自宅でいろんな話を聞く中で、いやもう本当に素晴らしい話ばっかり聞かせていただいてて、僕らだけでとどめてはこの話はもったいないということで、その話をなんとか千葉先生のファンまたは世の中の方たちに知ってもらいたいなと思う、いい、お話をこういうふうに配信させていただけないかというふうにちょっとあの前にボタンをさせていただいて、まあ快諾していただき、今日の流れになりましたというところでございます。ありがとうございます。いや本当にすごく当時僕らが入ってきてみんな夢を持ってたんですよね。みんな夢を持ってたんですね。そういう時代でしたね。今の時代はこの環境とこの日本の土壌の中で映画界という環境の中で夢を語る人がだんだん少なくなってしまう、はい、なんで少なくなってきてしまったんだろう。あの頃はみんな仲間たちが夢を持ってた。おい千葉あれやろうぜ、あそこ行こうぜ、こんなものやろうぜ、しょっちゅうそんな話を絶えなかったんだ。最近の若者たちと話をしてもそういう中ものすごく燃えている人が少なくなってしまったんだ。それはとっても寂しいですよね。